攻めてきた。ルクルクです。出てきて跳ねて右行った。すごいすごい。なになに、どうしたの。ナイスアウト。あいちゃんちょっと待って、なんかピンがすごいとこに切ってあるよ。111です。スカートが可愛いです、ね、今日はひらついてます。あはははははよいしょ。あー入れ。あ全然でっかい。いや惜しいよ。どうやって行くんですか。コロコロ普通にコロ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 で低めに、うん、打つで。うまいね。お強かった。出ろ出ろじゃないでしょ。強いな。副人さんに言われるやつ。もっと手前でいいんだね。でも今すごい分かってる。うん、入った。あー惜しい。惜しい。あすごいすごい。なになに、どうしたの。いない。あの、なんていうの、中国雑技団みたいだったよ。なんかさ、抜ける。これ一回保存しよう。うわーすごい。なんか戻せない。これもあげとく。ぶっ放してください。はい、あと2ホールです。じゃあ短めのパー4。290ヤードいきまーす。飛んでるね。いいね。あ、やばい、またやばい。どっちやばい。出てきた、跳ねた。右やばい。出てきて跳ねて右行った。出てきて跳ねて右行った。ドライバーがおかしい。ナイスショー。我慢しました。我慢しました。持つかな。めっちゃリボットだったの今。怖かった。
あ、危ない。さあ、坂部さん。フロー。ない。でかいかも。大丈夫。うまい。マジでうまい。小口梨沙です。最初ホールです。今日はパンツスタイルで決まっています。今は実況の練習です。このホールは結構隣とのホールが近いので、皆さん気をつけて、ファーの声とかはしっかり出していくことが大事ですね。最終カットばしましょう。打ってきてます。はい、カットばす、カットばすけどスイングはゆっくりです。まして続いての選手は坂部さんです。やっぱこうかなりドローを狙ってるんでしょうね。 T の刺す位置が結構左です。こういう T の刺すポイントもこう参考にしてもらえたらなと思います。持ち球に合わせて T を刺します。お、低めのドローを打ってきましたね。大木君、青木チュンはフェードヒッターなんで、T はちょっと真ん中寄りですね。さあ、いきますよ。あ、ちょっと隣、はぁ、右から左、体重が右にあるときにクラブを返す。はい、左、右にあるときに、左にあるときに返そうとするからね。私は左に行きましたので流しに行きたいと思います。あー、打ってきた。大変だ。めっちゃ来るやん。スリックさんは違いますよね。 Z スター、はい、すいません、失礼します。すいません。結構ね、打ち込んだ。私もあれめっちゃ真ん中フェアウェイに打ち込んだ。あんだけ曲げればフェアウェイ行く。そうです。ナイスショット。だってもはやさ、この上から来た。うわぁ、よし、危なくない？行きますよ。まっすぐ行ったイメージありましたけど。いや、隣の方ですね。あ、隣の方ですか。はい、なるほんやん。いや、我々もすみません。ナイスアウト。あ、じゃあちょっと待って。あれ大丈夫、カート道当たっちゃうとやばいんじゃない。あ、セーフ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 。あら、おぉ、ちょっと出しかかった。さあ、戻りましょう。どっち打ってんだ。やべえ、止まって。左に行きました。あ、その真ん中のやつだ。思います。はい、また練習しましょう。Yeah.
出た、めっちゃ。1,2,3,4,5,6,7 だね。朝の雨はどこへやらやな。そうだね。じゃあみんな今から海の家行くから準備して。はい。はい。あ、私トリじゃないわ。7だ。ダボだ。6？左右に。リサちゃんパー。楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、ではまたバイバーイ。待ってます。